皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。今日はちょっといろいろと刺し子も編み物も織り交ぜてちょっといろいろお話ししたいと思います。前回から私刺し子をちょっと 裏汚いんであまり見せたくないんですけど刺しておりまして、今2個目の作品ですね。ダリアと書いてあります。ダリア、赤い色の刺し子を一色を使って、まあ、ここまで刺してきたんですけど、編み物と違ってどのくらいの分量の糸を使うのかがちょっと自分でもまだ全然理解できていなくて、で足りんのかな足りないのかなって、悩んで迷っていたら結局足りませんでした。だるまさんのこの221番、あかねって書いてあったかな、この糸を 40m 巻いてあったのを1個使い切っちゃってここまでしか刺せていないんですね。色を変えるわけにいかないからまた同じ糸を今注文中で、それが来たら続きを刺そうかなと思うんですが、編み物と同じでロットとかないのかな、ロット番号、同じ色番でもロットが違うと色変わっちゃうよみたいな、ありますよね多分ね。でもロットとは書いてないんだけど、だからちょっと同じ色が来るのかどうか、ちょっと不安ではあります。はい、こんな感じです。ちょっとね難しかった、この一目刺しって言うんでしたっけ。ちょっとねこれは私にはまだちょっと早かったですね。前回の、まあ、同じくこれも一目刺しだと思うんですけど、これはすごい簡単だった。でこれに調子に乗ってなんかねこうちまちまこまこました模様が私は好きみたいで、模様を刺すよりね。でちょっとこれチャレンジしてみたんだけど、もうすんごい下手くそで自分でも嫌になるぐらいに、だからちょっとかなりテンションだだ下がりなんだけれども、まあとりあえず完成させようとは思っています。で縦横の今途中で終わっていて、で斜めもこの後刺していくんだけど、その2個目の糸で斜めも足りるのかな、どうなんだろう、ちょっとだから怖い色を変えた方がいいのかちょっとその辺もよく分かっていない。裏すんごい汚いですね。はい、という感じです。でこれがね今刺し子で、ちょっとお道具系がいろいろとちまちまあるので、前回も紹介したかもしれないけど、ちょっとこれが私がこのデスク上で、刺し子をする時のこの、まあ、トレイですねとして、使っています。これはもともとこの、これは小花さんで買ったのかな、こちらのお裁縫箱の中に入っている薄型のトレイなんだけど、ちょっとねこれはこれで前回ご紹介したやつなんですけど、もう糸入れにしてしまいました。なのでちょっとこの薄型トレイがちょっと入らないので、同じく小花さんで、これね小花さんマーク、このバッグを、かわいいちっちゃいバッグを買いました。でこんな感じで、これがね、移動するときにこういう感じで入るんですよ。まあ、ぴったりシンデレラフィットではないんだけど、まあこう今刺しているものをこうね入れて持ち運ぶのに、なんかポケットもいっぱいついてるしいいかなと思って、購入しました。すごいしっかりしてます。で、まあ、ポケットにはこう針とかこの接着のテープとか、あとはこれもねこれは別個で買ったんだけど、こうちっちゃいポケットこういう感じで、でこれもこの中にこうセットできるみたいなね、
で、これがちょうどね、3つこう入るらしいんだけど、ぴったりね。私はちょっと1個だけ買いました。で、なんかこう、糸が転がっていかないように、入れる、ヤンボール的な感じで使おうかなーなんて、まあいろいろ使い道はあるんだけど、これも、まあ、通常は広げないでこういう感じでセットしておいて使おうかなという感じです。で、そしてね、これも前回言ったかな、この指抜きがこれ金属の指抜き、刺し子用の指抜きですよね。この中指にやるやつで、金属だから、私金属アレルギーだから、ちょっとここが当たる部分が痒くて使えないということで、自己改良してみました。なんかうちに余っていたこの皮の、なんか端っこの端切れみたいなのを使って、チョキチョキ切って、これにブスッと差し込んで、で、皮のコードでグッと固定させて、こういう感じだから、この指輪の部分はちょっと金属がやっぱり当たっちゃうから、ここをどうしようかなとは思ってるんだけど、このこれ、ここの部分がここに当たった時にすごくここが痒かったので、まずそこをちょっと改良してみました。こんな感じ、いい感じです。今のところここは痒くない。やっぱりこの金属と自分の手の部分、ここにちょっと汗かくかいたりするので、そこにこうね、何かをかますことによって、こんな感じでこれそのまま使えそうです。はい。で、さらにこれが金属が痒いからっていうんで、まあ、これもよく見る刺し子の皮だよねの、指抜きなんだけど、本来ここにね、黒いゴムがついていて、で、指を入れてみたら、私指がぶっといせいか、ちょっとね、かなりきついんですよ。こう、ぎゅーっとね、こう、ぐーっと絞られる感じで、なんか血が止まっちゃいそうな感じだったんで、それもゴムも、切って、同じ、これの皮のコードを、こう、かなり緩めに、これ伸びないから、ゴムじゃないから、かなりしかも緩めにこのように作ってみました。作ったって言っても結んだだけなんだけど、はい。で、まあ、緩くしたから鬱血する感じもないのでいい感じです。まあ、あと針かな。まあニッターの差がとしては、やっぱりこう針は全種類試してみたいっていうのがどうしてもこう病気的にあるので、いろいろと、これはチューリップさんので、こっちがオリンパスで、さっきこの中にしまっていた、これは前回お見せしたかと思うんだけど、横田さん、だるまさんのに、ホビーラさんという感じで、まあ、とりあえず思いつくメーカーさんの、針をとりあえず全部購入してみました。はい。ちょっと楽しみです。あと、これ。なんて言うんだっけ。あ、糸通しか。糸通しって編み物するときはほぼほぼ使って、まあ、こういう形じゃなかったけど、まあ、あるじゃないですか。でも、毛糸はね、あんまり使ってなかったけど、こういう縫い物系っていうのはやっぱり必要ですよね。全然見えないから。で、だけど、これね、二つもう壊れちゃって、私の多分使い方が荒っぽいんだと思うんですけど、壊れちゃったので、これ最後の一個だから、これなくなったらやばいと思って、で、これはね、100均で買いました。4つ入り、4個入り。ダイソーさんですね。はい、行きましたよ。これだけこう予備があれば、まあ壊れても大丈夫みたいな感じで、はい。まあ、もっと丁寧に使えようという感じはするんですけどね。はい。あとこれはご紹介したかな。ちょっと覚えてないからもう一回言っちゃったらすいません。これ磁石が中に入っている陶器の貼り休め的なマグネット。
なんです。だから針山にこう刺して休ませておくでもいいんだけど、ちょっとだけ休ませておきたいっていう時にこれすごい便利かなと思いました。同じく小花さんですね。でほら針が落ちませんという感じの、はい、これが私の刺し子道具、今使う時に、目の前に置いてやるやつですね。いろいろ在庫を漁っていたらこんなものがね、ちょっと猫の毛が、こんなものが出てきまして、ご覧の通りファスナーなんですけど、どこで買ったか覚えてない。でもなんかこんなに買って、私は一体何を作るつもりだったんだろうっていうのも思い出せないんだけど、何個入ってんだろうな、10個ぐらい入ってそうな感じで、どこのメーカーだかもわからない。で、16って書いてあるから多分16センチのサイズなんじゃないかなと思うんですけど、これが出てきた時になんとなく思い出したのは、私ちょっと縫い物は苦手だからあんまり種類とか詳しくないんですけど、全然ファスナーもなんかいろんな種類があるじゃないですか。もっとこう硬くってナイロンっぽいやつとかで、これのようにちょっと布地のような感じ、布地感がなんかこう強いやつとか、多分ね、私ね、このファスナーから編みつけてポーチを作りたかったんじゃないかなっていうのをなんとなく思い出してきて、こんなに作るのかよっていう感じはするんですけど、まあそれで多分このサイズ的なものを買ったんじゃないかなと思うんですね。で、細いかぎ針が多分通りやすいファスナーっていうことで、多分これを買ったんじゃないかな。はい。で、実際にちょっともうこれ、もうこのまんま使わなかったらもう多分一生使わないと思ったので、編んでおります。はい。こういう感じ。ファスナーからの、編むやつですね。いろんな方がこういう紹介動画とか出していただいてるので、まあ多分私もそれを見たんじゃないかなと思うんですけど、後からファスナーを縫い付けるのは絶対に無理と思って、で、まあこっから、まあトップダウン式ですね。はい。の方が全然簡単だなということで、でやってたら結構楽しいです。ちょっと歪んでるけど。で、使ってるのがこれもまた出てきたエコアンダリアクロッシェ、細タイプのやつですね、はい、これが中途半端にこのお色が少しだけ残っていて、でなんかこれがね5玉ぐらいあるので、これも使い切らないとなんかね、ちょっと死んでも死にきれないっていう感じなので、もう編みたいと思ったのはどんどん編んでいくことにしました。はい。で、まあ、こんな感じ、裏側も。そのままここにブスッと、かぎ針を刺して細編みをぐるーっと編んでいってという感じです。だからすごいうまくできてんじゃないかなと思ったんですね。後から縫い付けるより全然いいやみたいな。で、チューリップのこれは2号のかぎ針がもう普通に入りました。だからちょうどいいファスナーだったんだなというのがわかります。で、こんなにあるからね、ちょっといろいろ糸を変え、やっぱりちょっと作らないといけないですね。はい。で、ファスナーのこのピロピロがやっぱりすごい気になったので、これはまだ編んでる途中なんだけど、祭り縫いで、かがって、ピラピラしないようにしてみました。はい。で、裏地をつけるつもりは全くないので、このピラピラがやっぱり邪魔だったから、後からね、こう深くなってきた時に、こう縫うのは大変だなと思って、ちょっとこういう感じで先に縫っちゃいました。もうとにかく初めて、こういうのを作るのは初めてだったので、まあまあ、とりあえず実験的に、編んでいるんですが、ここの最初の目を拾うところがちょっと広いすぎた。目数をちょっと拾いすぎて多すぎたようで、ちょっとね、こう、そんなわかります？カーブになっちゃってんの。目が多すぎたから。まあまあ、でもこれはこれでいいやと思って作っちゃうつもりでいます。だから、この16センチのこのサイズのファスナーに、私はね、横からね、
52名ぐらい拾っちゃったんですよね。ちょうどいいかななんて思って。だけどちょっと多かったみたい、うん、もうちょい減らさなきゃダメみたいね。で、52の横から4かな44って拾った感じで、最初はもう細編みだけで、ガツ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 こう進めていくつもりだったんだけど、だんだん飽きてきたので、色を変えて高さのある細編みっていうのよくわからない、かぎ針あまり詳しくないので、1段下から、拾って深さを高くした細編みと普通にノーマルで編む細編みと、でそれを交互交互に繰り返していくとこういう模様になるのありますよね。名前はわからないけど、でそれで、メリハリをつけて編んでいます。この模様にするとあれだね、こう右流れがあんまりないんだね、うん、だからすごくいい感じになってるので、もうこのまんまいっちゃおうかと思います。でまあポーチなので、まあ、そんなに深くはなくこのぐらい編もうかなという感じです。はい、まあだけどちょっと偶数目でスタートしちゃったから、52、52、44でいっちゃったから、ちょっとねここの帳尻が、模様の始まりの帳尻が、これぐるぐる編みでいってるので合わなくて、一目減らしたのかな、ここのとこで無理やりここで、はい、で奇数にしました、うん、で多分この模様の時には、普通の細編みよりもこうちょっとこう広がりができるだろうということで、1個減らしても全然不都合はないという感じですかね。はい、ただちょっとまあいろいろ難ありなんですけど、まあたまにこういうのを編むと楽しいですね。まあ夏だからやっぱりこういうエコアンダリアとかこういう夏素材で、編むのは楽しいですね。でもちょっとこればっかりぶっ続けで編んでると、私腕をね、あの元々のその腱鞘炎やったことがあるので、そこがすごく痛くなるので、やっぱりこう編み方の相性はちょっとあんまり良くないので、かぎ針は最近あんまりしなくなってしまいましたが、やっぱりでも編んでみたいなということで、まあこれはこれで作ってみようと思っています。で、ポーチといえばですね、私が最近よくもうハマっちゃって見ている YouTuber さんで、編み物 YouTuber さんと言っていいのかどうなのか、編み物と刺し子をする方で、エツメルの生活というチャンネルを、作ってらっしゃる、エツさんのチャンネルにすごいちょっとハマって、うん、見てるんですけど、まあ編み物もされて、で刺し子もされて、で私刺し子をそのエツさんの動画を見てたらすごい無性にやりたくなったっていうのがあるので、もう過去に遡ってガンガン見てますはい。でそのエツさんの動画の中に娘さんがね、結構顔は出てないですよ、お二人とも顔は出てないんだけれども、登場人物的にご家族がこうご出演されているので、それで娘さんもね仲が、よろしいらしいので、登場されるんですけど、その娘さんがね、ブルーネモさんというお名前で、クリーマでショップを出されてるんですけど、縫い物がお得意ということで、でそのブルーネモさんのそのクリーマのサイトを、見てたらこれまた欲しくなってしまって、で、買いました。とても丁寧に作られている、ポーチですね。あとお洋服も作られてるのかな。はい、なので、私はねこれ3種類買いました。こちら、フレンチジェネラルの生地を使用しているボックスポーチ M サイズですね。すごい可愛いです。それと、同じ作りの小さい S サイズですね、ボックスポーチの S サイズで、これは皆さんご存知ウィリアム・モリスの生地を使用していますね。いちご泥棒です。いちご泥棒、はい、です。まあ、こっちちょっと小型、一回り小さい感じで、とっても可愛いです。ちゃんと裏地もこんな感じで、すごく丁寧に
縫われていらっしゃって、もう自分ではまあ縫い物時々本当に時々するけど、するようになったけど、ミシンでね。だけどこういう完成度の高いもの、特にポーチとかはね、ちょっと私は無理だなと思ったので、素晴らしく綺麗に作ってらっしゃる方のところで買うようにしました。はい。でもう一個が、巾着です。巾着ポーチ、これは L サイズを購入させていただいて、編み物のプロジェクトバッグとして使用したいなと思いました。はい。で L サイズはね、受注制作ってなってましたね。だからほんの少しだけ待つ感じにはなったんですけど、少しほんの少しです。はい。で、とっても可愛らしい、これも、ウィリアム・モリスの生地を使用した、さっきのがブルーだけど、こっちは黒タイプですね。いちごドロポです。でこれもちゃんと裏生地がこのようについています。はい。とっても可愛いです。だからこれが、編み物用のプロジェクトバッグで、これはちょっとまだ未定だけど、まあ、多分、メイク用品、あんまりメイクも最近しないけど、まあメイク用品、リップとかこう入れる感じにしようかなと思っています。でこれはもう実際入ってるんだけど、ホビーラさんの糸がなんかまた増えました。刺し子糸が増えましたので、ちょっと無理やりこの中に押し込んでおります。全種類はさすがに買ってないけれど、ちょっとそれに近いものがあって、まあこんだけあればいいだろうという、ね。はい。道具から、糸から入ります。はい。まあ、ちょうどぴったり、だからちょっとこれ以上買わないようにしないとねいけないかなという感じで、これがちょうどホビーラさんの糸がぴったり入るというポーチになりましたという感じで、まあ取り留めのない、Vlog 的な動画となってしまいましたが、こんな感じで今編み物と刺し子両方楽しんでおります。また次回お会いいたしましょう。さようなら。